高橋達也さんと森進一さんの共演でした。井川健一さん、いいもんですね。本当にグッとくるわね。まあでもサックスの響きを聞くと、売れなかった頃のことを思い出すんですよ。とおっしゃいますと、全国津々浦々ね、もうクラブ歌手としてずっと回ってた時代、サックスの伴奏でもうムードたっぷりいろんな歌を歌いましたから、いろんな人生経験をさせてもらいました。そうでしょうね。別れがあり出会いがあり、そしてね、お客さんたちの、ね、恋のドラマがそこに見えますから、少し女の子の気持ちも分かるような気がします。なるほど。これから歌っていただきます歌もそんな大人の女の子を歌った曲なんですよね、はい、その歌も含めて新しい曲を3曲お届けいたしましょう。三川健一さん、女の翼、ケイムスクさん、プリーズ、そして森進一さん、女の愛。Bye-bye.